こんばんは。あぶね。おい、ちょっとお水を入れます。もう暑くて氷を欲しちゃう。よいしょ。こんばんは。ちょっとすっぴんで失礼します。なんかオンザ大輝くんが凍ってるだるまくれた、ありがとう。そうだ、私は飲まないといけないものがあったんだ。豆乳です。豆乳を飲まないと。舞台期間キュレートレモンと豆乳を飲むっていう生活をやめたら激肌荒れしたので。明日見に行くよって、ありがとう、嬉しい。明日からミュージカル白雪姫の全国ツアーが始まります。早い。なんか初日明けて、あの三越公園で初日を終えて、手前8公演無事に終わって、あっという間にもうツアー。三越公演のさ、稽古とツアーの稽古同時進行だったの。だから三越公演終わってから白雪姫まだやってなくて、緊張するな。ちょっと久しぶりの、でも喉はなんか咳はまだ出るんですけど、なんかね、慢性なんとかってやつになっちゃって、慢性インなんとかみたいな、なんか蓄膿症に先月なって、でまた咳とか鼻水とかすごくなっちゃったから、普通に風邪ひいたか、また蓄膿症になったかっていうのを病院で耳鼻咽喉科で検査したら、なんか蓄膿症じゃなくて慢性なんとかになってるって言われて、
で、薬めっちゃもらったんですけど、そろそろ切れるので、また行かなきゃいけないんですけど、何だったっけな。私、週に1回ぐらい治療しないといけなくて、まだ行けてない。なんかさ、行ってる耳鼻咽喉科がさ、内科だったら予約できるんだけど、耳鼻咽喉は予約できなくて。なんかまだ1日3回ぐらいから咳止まんなくなるんですよね。でも本番舞台中の時はめちゃくちゃ強い咳止めと鼻水のめ飲んでるので、なんとか。あれ、私火曜日って何するんだっけ。あ、え、カフェイベ、え、カフェイベだ。カフェイベントか、早っ。皆さん、7月30日、あっという間にカフェイベントでした。今月はお休みがなく、ノンストップでここまで来たので。という間に感じる。時間が経つのがより。美味しくない。美味しくないです。牛乳とか豆乳とかめっちゃ苦手なの。豆腐も正直あんまり好きじゃない。ジーマミー豆腐しか好きじゃない、豆腐は。肌のために飲んでます。でも本当にこの無調整豆乳とキレートレモンを交互に飲むとめっちゃ肌荒れ良くなるので。舞台メイクってメイク濃くするじゃないですか。濃くするのにこういうのとか飲んでなくて、普通に肌荒れしたの。この無調整がいいらしい。肌のために飲むとしたら。まっつ。でも好きな人は好きだよね。なんかセブンイレブンに売ってる超濃厚超濃い無調整豆乳みたいなやつあって、あれえぐかったな。もうなんか湯葉飲んでるみたい。なんかめっちゃね、ほぼほぼ固まってんの、濃すぎて。ちょっとあれは本当にすごかった。もう飲んでるというよりも食べてる感覚。え、やばい。白雪姫やってなすぎてさ、期間空いたじゃないですか、三越公演から。だから白雪姫の声出せるか分かんない。
んな声でやってたっけ。私さ、地声がこれだからさ、リーズとか白雪姫とか可愛いキャラクターの時って声質変えてて、アトレイユも変えてるんだけど、お芝居的にあんまり声って高さは変えても声を変えない方がいいんだろうけど、これだからさ、この可愛くない低めの声だから。だから性格悪い役とか機嫌悪い役が一番演じやすいんだろうなと思う、自分で。この声の体質と合ってる。すごい。そもそも湯本亜美ちゃんはさ、亜美は地声がそもそもめっちゃ可愛いからさ、地声がめっちゃ可愛いから逆に怒ってるとか喧嘩とか機嫌悪いとかそういうの難しそう、声がすごい可愛いから。にゃ、アトレイユも変えてます声。だから稽古の時めっちゃ喉痛かった。普段と違うところで喋っちゃってるから。たかさんが凍ってるタコちゃんいっぱいくれてる、ありがとう、優しい。あ、961日ありがとうございます。961日を迎えました。あ、ブーくんがありがとう、くまちゃんありがとう。くまちゃんタワーくれた、ありがとうございます。あと39日、残り39日で1000日、あっという間だ。リーズは未だかつてない高めの声でしたねって、うん、しんどかったです。もう忘れちゃったリーズの声。ちょっとこの後白雪姫の本番動画見ないと。うん、あ、やばい、とんでもない塊が来た、えぐまずかった。豆乳が噴水のように出た。塊出たからもう残ってないのかと思って強く押したら
入ってた。白雪姫の遠征公演は詳細出てましたっけ？出てますよ。あの白雪姫の東証、劇団東証のサイトに出てます。全部何時から何時までと何公演、いついつにどこ公演があるかみたいな。アンヤンがクマちゃんくれてる、ありがとうアンヤン、嬉しい。静岡は2回公演あります。おやしいかあさんも凍ってるクマちゃんくれた、ありがとう。コミちゃんがセリーヌの服を着て、んどが気になり、んどマインドんどお店行ったらワイシャツ可愛くて買おうか悩んでる。あ、ブランドね、ブランドが気になり、お店行ったらワイシャツ可愛い。セリーヌ可愛いよね、セリーヌ大好き。でもお高いからさ、ほんとバカバカポンポコは買えないけど、でもセリーヌめっちゃ好きで、本当に買いたくて、どうせ買うんだったら早めに買った方がいいと思います。なぜなら着る回数が多ければ多いほどお得になるから。でも他に使うところがあるとか、そこまでだったら買わない方がいいと思う、高いから。もう私めっちゃ愛用してます。8月24日久しぶりに握手会行くねって、待ってます。嬉しい。8月24は横浜かな。私は多分夜遅い部だよね。全部夜遅い部な気がする。最近私朝一の部ってあんまないね。でもなんかどっかの横浜の時に、横浜の握手会の日に行きたかった花火大会が重なってて、朝の部だったら行けたのにってなった。それは花火大会行きたい。女の子ってさ、なんかこれは人それぞれだし、人の努力次第だと思うんですけど、何歳まで可愛くいれるんだろう。なんかさ、私の中で昔17歳が一番なんか女の子にとって人生のピークだと思ってたの。なんかイメージ、花のセブンティーンって言うじゃん。だからなんか17歳って自分が自己紹介することになんかすごい誇りを感じたし、なんか18歳になるときに
あ、私終わっちゃうんだ、18歳、あ、17歳みたいな。17歳じゃなくなるんだっていうショック感すごかった。二十歳になる時もそう、え、私10代終わっちゃうんだみたいになったけど、でも、AK ビンゴ、さよならモーリーさんか、さよならモーリーさんのさ、出会い系サイトの、なんか、回あったじゃないですか。出会い系サイトでモテるメンバーランキングみたいな。それで24歳と25歳が一番モテるって。クリスマスイブとクリスマスが一番モテるって。だって、まあね、さすがに17歳にマッチングアプリでさ、出会い系サイトじゃないか、マッチングアプリか。で、あれすんのはダメだろうけど、ちょっとなんかね。あ、24、25が一番モテるんだ、みたいな。で、ママがさ、いつもなんか女の子は何歳が一番可愛いからっていうの。それ多分ね、私ね、毎年言われてて。25が一番可愛い時だから、女の子はって。一番可愛いよ、一番人生でのピークが25だから楽しみなって言われるんだけど、それ去年も言われたし、一昨年も言われたな、みたいな。だから21歳ぐらいからずっと言われてる。21歳あたりからずっと人生のピークを毎年言われてて、で、お姉ちゃんも未だに言われるって言ってたの。だから何歳まで言ってくれるんだろうっていう。で、なんでこんなことを聞いているかというと、なんか私って結構、なんか見た目から楽しみたいタイプじゃないですか。ディズニーランド行ったら、ディズニーの格好、耳とかつけたりとかしたりして、ユニバ行っても耳つけたりしたりしたいし、コスプレとかもしたいし、浴衣着て花火大会とかしたいし、なんかそういう自分を着飾って楽しむのって何歳までいいんだろうっていう。なんかこの仕事してるからさ、25になっても制服着るし、なんか感覚まひってる気がするんだ。でもなんかアイドルしてるから、そのコスプレディズニーとか制服コスプレとか全然なんか恥ずかしげもなく載せれるんだけど、アイドル卒業したりして、だからアイドルじゃない人は何歳ぐらいまで楽しめるんだろうと思って。みんなまひってるか、このショールームを見に来てくれてるみんなは。でもさすがに40歳になってさ、制服着てる人とかはあんまいないじゃん。まあ似合ってればいいと思うんだけどね。だからなんか、私は何歳まで楽しめるかなっていう。でも30歳まではいいと思うんだ。まあ、制服はさすがに着ないけど。なんか30歳までは自分が年齢を上がっていくにつれて、なんかいいと思う年齢も上がってってるんだけど、30歳過ぎたらあんましなくなるのかな。まあ小島春菜さんとかさ、リサのともみさんレベルに美しかったらそれはそれで別物だけど。
だからそのできるうちにもう全力で楽しみたいなと思って。私は何歳までポニーテールをするんだろうかっていう。でもアイドルやめたらツインテールとハーフツインはする機会少なくなりそう。思わない？ポニーテールはなんか結構ミッドナイト競輪とか個人のお仕事をしてる時の髪型が結構なんかアイドルの自分とは話して考えてる髪型だから、ポニーテールとかまとめ髪よくしてて、それは今後も多分すると思う。でもいろんなさ髪型するのもアイドルの時ぐらいなんだろうなって思う。ミッドナイトケアリンの時の帽子はクリーニングに出したの？出さないですよ出さない出さない30日初カフェイベ楽しみましょうね。浴衣です。30日は楽しみ。あ、ちょっと待って、一瞬。